アラペコアザラシと申します。信長の野望申請、難易度は上級、シナリオは天正猿芝居、選択大名は徳川、第21回を始めさせていただきます。前回は一度毛利家と停戦を行い、内政を充実させ念願の本拠地移転を終えたところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。はい、合戦か。8部隊8部隊やっていきましょう。6万対4万、結構いい戦いですね。さあ、ここが一つの分かれ道になるよ、毛利さん。さてさて、こちらは機内からも派兵してね、かなり大部隊がいますね。信康の部隊が3900ってそんなに大きくないので、ちょっとここは信康を守りながらうまく戦っていかないといけないですね。では進めましょう。開戦です。久々の威風中だな。お指図を頂戴したく、進軍を始め。コブの要所が一つのいつでも動けます、ターニングポイントになるはずですからね。どうかご命令を。動くべき。こんなもんかな。では進めていきましょう。みんな要所は当たり前だけどめがけてきますからね。はい、鉄砲戦車もう快適したか。そしたら一旦要所を抑えて細川忠興を攻撃していきましょう。はい、一番寄りですね。いかにすべきか。明智隊は鉄砲レベル7、瀬名姫隊は鉄砲レベル6。瀬名姫はちょっと後ろに下げましょう。はい、制圧。これは軒口を狙ってますね。はい、こちらを細川忠興は攻撃していきましょう。はい、コブの要所は一旦取られましたね。どう来る。そしたら明智隊出ましょう。鉄砲出るだろう。よし、鉄砲戦車出た。はい、で攻撃と一旦下がって瀬名姫前出しましょう。渡辺さん行って信康下がりましょう。いいですね、鉄砲出ましたね。そしたら瀬名姫下がって明智隊出しましょう。森綱下がって信康隊前出ましょう。おお、すぐ撤退出ましたね。そしたらこの2部隊で一気にコブの要所を落としましょう。森綱前へ出て信康下がりましょう。よし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 、ぐるっと回って吉川元春隊を攻撃しましょう。敵を退けます。森綱隊が下がって信康隊前に出ましょう。発生しなかったですね。よし、制圧。そしたら明智隊で後ろからついていきましょう。瀬名姫は要所を守りましょう。優位にありますが。はい、一部隊細川隊撤退と。で、加藤義明はちょっと休ませて安藤さんで小早川隆景の相手をちょっとしましょう。瀬名姫隊は下がりましょう。みんな奮い立つがよい。では渡辺の森綱行って下がりましょう。鉄砲戦車出ないかな。出なかったですね。まあ仕方がない。
そしたら世良姫隊行って明智隊は一旦下がりましょう。鉄砲隊行くぞ。命令を下され、鉄砲の出番ぞ。苦しい戦と思った、よし、加藤隊が前に出て安藤隊は下がりましょう。よし、鉄砲戦車出ましたね。狙うのその時ですぞ。今が好機か。お指図を頂戴したか。安藤隊は下がりましょう。を始める。今が好機か。はい、また撤退。そしたら秀吉隊、秀長隊と松平さんはちょっと休ませましょう。渡辺の森綱は前に出てちょっと休みましょう。明智隊行きましょう。世良姫ちょっと休みましょう。よし、こちらコブはやってきましょう。鉄砲隊、俺に続け。こちら毛利輝元が出てきましたね。前出ましょう。森綱前行きましょう。よし、時は今が出ましたね。はい、鉄砲戦車出た。連チャンで出るとありがたいが出ないですね。で、強撃がかかったと。安藤隊も小早川隊に強撃仕掛けていきましょう。はい、そしたらここまで行きましょう。ちょっとこの2部隊が休んじゃってたな。まあ休ませてたから行っちゃいいけど。はい、また1部隊撤退。みんな鉄砲を構えるのだ。お、出てきましたね。はい、小早川隆景隊も撤退。そしたらこの部隊で一気に軒口行きましょう。で、ここ押さえて橋場隊で鉄砲戦車出るかな。はい、小早川隊壊滅。この攻撃失えぬ。鉄砲の出番ぞ。一旦戻って渡辺隊前出しましょう。よし、鉄砲戦車6と4が入りましたね。明智隊ここまで行きましょう。明智隊無理か。ここまで行きましょう。進もうぞ。よし、コブ行かせるなら行かしていきましょう。はい、コブ発生。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。どうか一気に抜け口を落としに行きましょう。我が部の見せ所か。よし、ようやく明智隊が動いた。はい、抜け口破壊。これで優勢勝ち。よし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 、今回いい戦いだったんじゃないか。あ、ただ結構減らされたから、タイマン勝負も多かったからな。1万3000減らされましたね。まあ向こう3万7000減らしたから、まあその分よしとするか。まあ良しとするかも何もないですね。仕方ないですからね。で、これで威風中、どこまで風が届く。友の御所まで届くといいが、あー、備中松山城だけですね。ありえません。そしたらまだ兵糧あるので、この部隊で一気に友の御所まで行きましょう。松永久々、どうせ裏切るんだよな。さて進めていきましょう。矢ヶ島さん、仲間になってもらいましょう。いや、どんどん仲間になってもらいましょうね。で、移動天風で、まあ出陣中のため直轄外のところをね、ちょっとね作りたかったんですが、まあ仕方がないか。前に前線に移動したかったんですけどね。侍大将で、もしくは、本田さんぐらいかな。
島左近がいる。島左近前に出しましょう。さてそれでは友の御所に向かってるので、こちら後方の軍団から三陰道も進んでいきましょう。上市場、この隅城を城攻めと行くぞ。武田城、命令を下され敵の城を奪って、これで3部隊4部隊、まあ、鳥取城はもう少し経ってからかな。福知山城から出していきましょう。待っておりました。で、あとは石川一政、四国制圧軍として出していきましょう。石山御坊からも出していきましょう。城攻めよ。有岡城からもですね、出していきましょう。あと岸和田からも、後方の部隊からね、あの城から出していきましょうかね。では進めましょう。はい、合戦会やっていきましょう。2部隊だけか、でも9000だから結構大きいですね。やっていきましょう。ここは被害少なく勝ちたいですね。はい、大炉封鎖1400で4500のダメージですね。まあ2部隊しかないからね、勝つのはまあ当たり前っちゃ当たり前ですね。はい、こちらまた合戦していきましょう。おお、3部隊か。しかも軍隊が代表に出てくるっていうね、もうこれは勝ちは決定ですね。はい、あっさり優勢勝利ですね。150しか減らなかったですね。まあ当たり前ですね、3部隊しかいませんでしたからね。まあ威風弱も発生しないっていうのがちょっと残念ですけどね。大谷義継が守ってんのか。いや、結構粒揃いですよね、毛利軍もさすがに。では進めていきましょう。で、外交交渉で島津家に援軍は頼めないのか。では進めていきましょう。お、もう強行で、はい、トモロゴ賞を落としました。投与していきましょう。では解放です。ちょっと待てよ、そのうち島津と戦うが、維新445であれば多分維新685の北条で仲介停戦できますね。今回と同じような戦い方ができますね。まあ姫路からもう少し統治外だから天神山とかにも移ってもいいかもしれないな。まあお金ちょっと貯めながら考えないといけないですね。ちょっと自社建設とか市場拡張とかできるけど、まあ、市場拡張はやっていくか。金銭収支が上がるでしょうからね。さて兵糧支援とかこの辺りやりたいけど、やっていくか。取り留めてみせました。で、友の御所を誰に任すかですが、ちょっと後方から、まあいいか、任すだけ任しとくか。他に任せられる方は竹中半兵衛がいますね。半兵衛まだ生きてんのか、大丈夫かな。そろそろお亡くなりじゃないかな。まあいいや、任せましょう。ありがたく存じ。ではこちら落としたので、の見せどころか、このまま比叡大山行きましょうかね。城が攻められている。はい、合戦で一部隊か。もう少し待って、戦の始まりぞ。よし、合戦。もう一気に落としましたね。ではこちら新高山城行きましょうかね。城を落としてみせる。
で、ここ軍制圧したと。合戦かはいいけど2部隊だけか。まあでもマシですね。やっていきましょう。どんどん格好撃破していきましょうかね。はい、全部隊撃破337。いやー楽勝でしたね。まあそりゃそうだよな。で全部隊で強行していきましょう。新高山城も硬いな。合戦していきましょう。するまでもないか。一発でしたね。さて他のところはどうですかね。上市場も落ちそうですね。でこちら天霧城ももう進むだけですね。そしたらこちら山陽道を通ってる部隊の兵糧が、羽柴秀長やばいですね。ちょっと撤退させましょう、はい、城へ戻ります。で瀬名姫も9日間ということで撤退させましょう。非常せよ。なのでちょっと援軍を出していきましょう。花熊城から継続的に継戦するためにね、ちょっと出していかないといけないですね。丹波亀山城から、これは山陰道の方通ってもらおうかな。合算戸田城まで向かわせましょうかね。で八神城、こちらも合算戸田城まで向かわせましょう。で三木城からも新高山城に向かわせましょう。で沖潮城からも向かわせるか。とりあえずこんなところでいいかな。あとは兵糧大丈夫ですかね。兵糧の管理が本当このゲーム重要ですからね。27と22日の舞台もちょっと怪しいな。もう少し、ただ三中松山城射撃場完成と。友の御所をこちら進軍にして射撃場を建てていきましょう。どうぞお任せあれ。他に奪ったところ、備中松山城は建てた。備中高松も建ってると。射撃場が結構重要ですからね。ここら辺は大丈夫かな。では進めていきましょう。この城、手に入れるぞ。はい、合戦。二部隊だけか。これだったらもうやるまでもないですね。でもまあ、兵糧をね、消費をね、最低限にするためにもやっていきましょう。はい、全部隊撃破。もう楽勝ですね、本当に。まあ、勲功もね、稼げるから、よしとしましょう。ホイダさんは絶対仲間にならないですね。まあ、解放していきましょう。噂に聞くより寛大な方ですね。いかがだったでしょうか。毛利家の部隊を次から次へと撃破し、順調に西に進軍している我ら徳川家。そして毛利家は島津からも侵攻を受けているので、もう滅亡は間近といったところになるかと思います。まあまだね、ちょっと力があるんで、合戦で負けないように気をつけなきゃいけないですけれども、それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。